コストレッチ。皆さんはご自分の左右の足の長さが違うかもと思ったことはありますか？例えば何もないところを歩いていてつまずいた経験や、ズボンの片方の裾だけが長く感じたり、片方だけが擦り切れたりした経験はありませんか？毎日の生活の中で体重を支える両足の筋肉疲労の蓄積によって起こる左右の足の長さの違いが、足のだるさやふくらはぎの張り、冷えなどの症状の原因の一つです。長年放置しておくと腰痛や膝痛になることもあります。これからご紹介するヒールでデトックストレッチとは、ヒール、つまりかかとを使って足にたまった疲れをデトックスしながらストレッチをするエクササイズです。ヒールでデトックストレッチは年齢、性別を問わず幅広く誰でもできます。足がだるくて疲れやすい人、ふくらはぎがよく張る人、足が冷えやすい人、腰に不安を抱えている人、部活など激しいスポーツを毎日する人、寝つきが悪い人、足が弱ってきたと不安な人、腰痛体操や足腰の筋肉回復をリハビリ中の人などは特に効果的です。注意点として、足を痛めている人や腰の手術直後などで安静が必要な人はお医者様の指示に従ってください。腰のアンバランスを整えてあげることで怪我や痛みの予防になると思います。寝る前たったの5分ごろんと寝転がってやってみてはいかがでしょうか。機会がありましたら首、肩の疲れを楽にするバージョンも制作したいと思っています。皆様が健康で楽しい毎日が過ごせるように、少しでもお役に立つことができればいいなと願っています。